はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ニキビハッピリー代表です。今回一人でちょっと撮影に来てるんですけど、今回のシリーズね、今回から始まりましたということで、北海道裏道紹介のコーナー。大体の人ってメイン道路を通りたかったんです。ただですね、皆さん裏道とかを使わないっていうと怖いから裏道とか使いたくないっていう方も多いとは思うんですけど、それの大体の理由ってこの裏道がどこに続いてるかがわからないっていう人が多いと思うんですよ。皆さんがこう不安で心配でこうどの道がどの道に繋がってんだろうっていうのを心配でならないと思うんです、不安でならないと思うんですけど、それを代表が代わりに行って皆さんにどこに繋がってますよっていうことを教えるっていう、早速ねもう動画に見えてると思いますけども、画面に見えています、この左カーブに逸れていく道、こちらをねちょっと紹介していきたいなと思うんですけども、真駒内の南町ってところですかねの、7丁目っていうところに当たるんですけども、このねこの辺の南区の、ゴミ処理を管轄している駒岡清掃工場というところが、この先にあるんですけども、そこに抜ける道になってます。はい、それではですね、早速ね道の方走っていきたいなと思います。ではですね本当はね、ちょっとね、まあ、とりあえずこっちに行きます。はい、ちょっとね映り込みがあるかもしれないですが、ご了承ください。
い、やってまいりましたね。さっきよりバス停近いなちょっとあれですけども、はい、では先ほどの場所にやってまいりました。スタート地点です。実際走ってみましたけども、まあこんな感じでね、このシリーズの方は、裏道のね紹介の方していこうかなと思います。ああちょうど来ました。ちょうどね、右側の方にトラックが、はい、走っていきます。これが、熊岡清掃工場に向かう、清掃車ですね。まあいわゆるゴミ収集車って呼ばれるやつですね。業界ではパッカー車って呼ばれたりしますよ後ろの口がパカーって開くからなのかわかんないですけど、一応ねこんな感じで道の紹介はしていきましたので、あとはね、はい、皆さんの方でね、さらにいろんな道通ってみて、気になる方はどんどん走っていってみてください。であとはまあね、信号とか、まあ、あと渋滞カットとか、あとこうね迂回路をしてくださいみたいな感じのルートの時に、まあ、どこに繋がるんだろうと思った方はこういう風に繋がりますっていう道でしたということで、はい、今回も紹介してきました。今回は駒岡に抜けるですね、駒内の、石山陸橋って呼ばれる陸橋の方から走ってきまして、中央バスのこの南町7丁目っていうバス停のところがあるんですけど、こちらの方に曲がっていきますと、駒岡の方に抜ける道がありますということで紹介させていただきました。ではまた次回のシリーズじゃな、次回の動画だね、次回の動画の方もお楽しみに。というわけで今回は代表一人で撮影でした。お疲れ様です。バイバイ。